い、というわけで毎年やってるんですけど、うん、NGT の年賀状を見ていこうというふうに思うんですが、ホームページの方でランダムで表示されるんで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だから結構全員分見るの時間かかるんですよね。見て更新して。そっか。そうなんですよ。な、ダブることもあるから。そう。だから何回も更新して、あれ、まだ見てない子、出てこない、出てこない、出てこないみたいな。大変でしたね。毎回やるんですけど、はい。はい。そんな中まとめてきたので、そちらを見ていこうかなというふうに思います。はい。ただ画像的にはランダムなので、本当に。自分が表示して見た順っていうか、はい、そんな感じになってると思うんですけど、うんうんうん、まあ、それはちょっとご了承いただいて、ランダムで見ていくっていう感じになります。はい。はい、じゃあ、こんな感じです。西形さん。明けましておめでとうございます。何でもトライしちゃおう。今年もよろしくお願いします。ザ・トラって感じですね。はい、こんな感じです、ね。わかりやすくていいですね。はい。本間ひなたさんですね。かわいらしい。2022年明けましておめでとうございます。今年も頑張ります。チームサニーの最高を、更新するぞ、ということで。うんうん、あの、本間ひなたさんのファンの名称をチームサニーって言うんですよ。へー。はい。ゼロのところがトラになってるのもちょっとワンポイントでかわいいですね。うん。こんな感じです。はい。お、日本的すごい。はい。聖司玲奈さんですね。今年はトライする1年にします。本年もよろしくお願いしますということで。なんか売ってそう。そうですね。いかにも年賀状ですけどね。売ってるね。これは確実にそれ意識したね、これは。これすごくないですか？ハッピーニューイヤーって書いてあるんですよ、ここに。めっちゃすげえ。これなんかの、引っ張ってきたのかな？なんかコピーしたかな？ですよね。うん。ただ、ちゃんと自分で書いてる感は出てるんで。うん。すごいですね。ちょっと、仕上がってます。うん。はい、こんな感じです。はい。さあ、三村ひろさんですね。急にアニメみたいな、漫画みたいになったな。三村さんは、絵うまいんですよ。おー。で、毎回、メンバーの誕生日にメンバーの絵を描くっていうのをやってるんで、はいはいはい、こんな感じで。アニメチックな絵を、はい、描いてますね。今年もよろしくお願いします。ガオガオっと、みたいな。ちょっと二次元の入った。そうですね。はい、こんな感じです。はい、中村彩香さんです。ハッピーニューイヤー、明けましておめでとう。2022年だ。今年はいっぱいラーメン食べて、いっぱいゲームして、いっぱい歌って踊りたいです。うんうんうん。だって私は年女だから、ということで。そうなんですね。年女の中村彩香さん。はい。です。はい、こんな感じです。青ちゃん、古舘葵さんです。はいはいはい。2022年明けましておめでとう。2022年も雲一つない青空になるようエゴいっぱいで頑張ります。自分の名前でかけてですね。そうですね。2022年も一緒に素敵な年にしましょうと。はい。はい、こんな感じです。おー。トラと、あとは、オリジナルのキャラクター、諸星日向さん。うん。ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。2022年も素敵な年にしましょう。よろしくお願いします。トラがドーンって、はい、可愛らしく。結構、この子も、あれなんですよ。デザイン上手くて。おー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 。アルミのデザインに採用されたりとか。おぉ。してるんで。めっちゃ中心揃ってますよ。うん、だから、綺麗に描いてますよね。めっちゃ綺麗です。これ、めちゃめちゃ、定規とかやってんのかな、ちゃんと中心線みたいな。おーおーおー、なんか中央尾っていうか。ですよね。うん、すっごい整ってる、はい、もう左右。こんな感じです。うまいっすね。うまいっす。西村奈々子さんですね。2022年、今年もよろしくお願いします。たくさん会えますようにということで、事務所を移籍したんですよ。なので、それも含めて今年1年飛躍の年になるんじゃないかなというふうに思います。オレンジとグリーンの。そうですね。虎のつもりです。この子はあんまり絵は得意ではない。けど、それが逆に味になっていいよねっていう。色使いが綺麗です。そうですね。はい、こんな感じです。川越さやさん、明けましておめでとうございますということで。すごい、もう真っ黄色に。うん。本人らしいというか、可愛らしい絵を描いてますけどね。はい。はい。こんな感じです。奈良美春さんですね。2022年明けましておめでとうございます。虎年女ということで。うん。ミアちゃんも、アイテロと一緒で年女ということで。ひよこみたいなの書いてあるサイン。ああ、そうなんですよ。奈良美春さんはひよこが。あ、そうなんですか。はい、下がゆずみたいになってるけど大丈夫。これ虎ですね。虎で、かいわれくんっていうオリジナルキャラクターなんですよ。なるほど。で、そのキャラクターが虎の着ぐるみを着てるみたいなデザインなんでしょうね。これめっちゃ見てほしいんですけど、2022年のところに上に忍のところに虎がぶら下がってたり。ここにね。ここにもありますね。虎が隠れてますね。はい。こんな感じです。若いなぁ。津島優奈子さんですね。ハッピーニューイヤー2022ということで。明けおめ、今年も皆さんとたくさん笑っていたいが、はい。すごいですね。文字が浮き出て見えるって感じですね。そうですね。こう、結構いい感じのデザイン。この影のところちゃんと黒くしたりとか。そうそうそう。すごいですね。いいですね。これサムネに、はい、サムネ的にも。
確かに。いいですよね。こんな感じです。こうやって編集しないと。はい、大塚ななみさんです。はい。2022年明けましておめでとうございます。今年は大きく飛躍する年になるよう全力で頑張りますという感じでございます。この子でも去年トチオンガーでもヒロイン役ということで結構重要な役をやってたりしたんで、はいはいはい、今年よりまあキャラもそうなんですけど、はい、面白いキャラもやりつつ、うんうん、そういう演技面も結構素晴らしかったんで今年さらに期待かなというふうに思いますね。期待しましょう。はい、門ゆりやさんキャプテンです。2022年明けましておめでとうございます。今年はたくさんの感謝の気持ちをお伝えしていきたいと思います。ということで。2020のゼロが虎になっている。そうですね。で、なんかやっぱ、NGT グループ全体を考えているというか、そんな風に思いますけどね。感謝の気持ちをお伝えしていきたいっていう。そんな風に思います。いいです。まあ、信用できるキャプテンなので、今年も頑張ってくれるんじゃないかなと思います。はい。はい、安藤力さんですね。2022年はやってみたいと思ったことに挑戦できる年にするぞと。するぞって言ってする感じですよね、下。そうですね。はい。これも虎がなんか喋ってる工夫というかね。こんな感じ。見やすい。かわいいですね。うん。はい。こんな感じです。奥松組さん、2022年ハッピーニューイヤー。今年も一緒に映画をいっぱいの素敵な一年にしましょう。今年もよろしくねと。はい。こんな感じです。アイデアは似てますね。そうですね。同じように共有したんじゃないですか。私もかもしれないですけど、はい、こんな感じでキャッキャッとして、ね、虎もやりありつつ、まあ小熊つぐみさんなのでクマも入れつつみたいな、うん、おーかわいい、はい、こんな感じです。細かいですね。古澤真奈さんですね。風船になってますけど2022年ハッピーニューイヤーということでガオーって書いてありますけど、おー、はい、最後まで手を抜いてない感じ。そうですね、はい、画面いっぱい書いてる。こんな感じです。はい。ソガベユメさんです。明けましておめでとうございます。土下座風というかね、うん、しっかり挨拶に挨拶の虎が挨拶してる風というかね、はい、こんな感じです。富永優さんですね。明けましておめでとうございます。2022年は成長の1年にしたいです。これからも応援よろしくお願いしますと。はい、こんな感じになってます。すごい、ちゃんとデザイン変えてますね、2022年のところ。そうですね。ね、小声遥さん。好きですね。2022年はやりたいことを見つけて、言うだけではなく実現させられるよう頑張ります。うんうん。当確です。2は私の運命の数字なので、飛び跳ねたいです。はい。こんな感じ。まあなんか、若干言いたいことをニュアンスは伝わるけど、小声遥さん風な、ちょっと不思議な感じというかね。そういうのも見せつつ、いい風に。プリン書いてない？あ、これ、そうなんですよ。はるか村はプリン。あ、そうなんだ。そう。このなんか、餅とプリンが繋がってて、トランにも繋がってる、この、線はなんだ？これなんでしょうね。もしかしたら、あみだくじですかね。まぁ、ちょっとよくわからないですけどね。はい。僕の世界観が先生。そうですね。まぁ、この子はもう完全にはるか村の村長の世界観を持ってるので、はい。はい、こんな感じですね。餅大好きです。はい。まぁ、YouTube やり始めたんで、はい、今年 YouTube もどんどん更新してもらって、はい、なんか、大活躍の年になるんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。草壁愛菜さんですね、はい。明けましておめでとうございます。いい年になりますようにということで。おー、トラガエドーンって書いてあって。そうですね。愛菜はもう実はそんなに絵は得意ではなさそうな感じしますけどね。はいはいはい、はい、こんな感じです。下の緑がもうグリーンの感じが出てます。そうですね、はい。アイナって書いてあります。佐藤海里さんです。昨年は大変お世話になりました。今年も何卒よろしくお願いします。はい、こんな感じです。もうなんか、半分を絵に使って、ね。めちゃめちゃ 色塗るの大変そうですけどね、これ。なんか上のやつってさ、昔芋葉みたいな感じで入れてきたり。ああ、確かにね。そんな字体で、うん、彫刻刀で。はい。懐かしいな。やったわ。ねえ、やりましたよね。芋飯だなと思った。はい。こんな感じです。はい。ノエピーですね。山田ノエさん。はいはい。新しい1年の始まり、よろしくお願いします。よろしくお願いしまいが。よろしくプラスタイム。これ、あえて注釈つけてるのが、かわいい。ちょっとね、そう。なんか、ノエピーっぽいなというふうに。まあ、今年卒業なのでね。はい。もうすぐ卒業ですけど。はい。残り少ない48ですけど。はい。頑張ってほしいですね。ね、はい、こんな感じです。寺田ひなさんです。今年もよろしくお願いしますということで。シンプルですけどね。かわいいですね。かわいいですね。はい、こんな感じです。次、マシモカホさんです、新年明けましておめでとうございます。今年はポップに活動します。いい一年にするぞと。はい。はい、こんな感じです。リカちゃんです。リカちゃん来たよ。明けましておめでとうございまちゅっていう、こう、ちょっと、姫感出すつの。今年もガオガオ頑張るぞと。いう感じです。こんな感じです。昔、
とちょっとあれなんですよね、サイン変えてるんですよね、これ。あ、そうなんですね。なんか、いつから変わったんだっけな、自分もしっかりそこまで覚えてないんですけど、昔ここなんか、女の子みたいな、お姫な感じだったんですけど、今どっちかというとこう、ちょっと悪魔チックな感じになってます。ああ、確かに。はい、こんな感じです。ちょっと疾走感というか勢いがあります、ね、そうですね。オラオラっとしてる感じのデザイン、ね。まあ今年もいろいろ炎上しちゃうのかなっていうふうにも思いつつ、メンバーの一番こう、代弁してくれるというか、はいはい、トップに立っていろいろ言ってくれるのがリカちゃんだと思うんで、まあなんか、いい感じに、今年も楽しんで自分も応援できたらいいなというふうに思います。私についてきなさいみたいな顔してます。でも、クラクラプロデュースとかもあるんで、はいはい、ちょっとその辺も楽しみだなというふうに思いますよね。楽しみです。はい、こんな感じです。はい、次は藤崎美優さんですね。かわいいです。明けましておめでとう。2022年も NGT と一緒に楽しい思い出をたくさん作っていきましょう。今年もよろしくお願いします。はい、こんな感じです。うん、ちょっと、みゆみゆっぽい真面目な感じもありつつ、可愛くできてるのがいいですね。いいですね。これやらないと1年始まらないんですよ。毎年なんだかんだ NGT は年賀状の紹介みたいなのやってるので、まあとりあえずこれで1年始まったなと。皆さんがこれ好きだっていうのは ありましたか？はい、ぜひぜひコメント欄で書いてくださいね。ちなみにマスさんはどれが好きだったんですか？自分はなんだかんだパッと見で一番わーってくるのはこれかな。忘れられない1枚。うん、これ芋飯ですかね。芋飯だけどやっぱこっちのイメージが強すぎて、あ、確かに色塗るのめっちゃ大変だろうなっていう。あ、なるほどね。これはもうだって拡大するとこの頑張った感というか、ああ、うん、それが見て取れるので。マジックで塗ったんです。そうですね、蛍光なのかな、蛍光ペンか分かんないですけど、すごい、はい、こんな感じに頑張った感じが、どの方向で塗ったかもちゃんと見えるって、ね、こう縦で塗ったんですよね。ねえ、本当に、はい、そんな感じです。はい、はい、努力の跡が見える。ぜひコメントで教えてください。はい、はい、そんな感じで終わります。